あの F1 ドライバーで言うとちょっと言い方あれでしたけども、例えばチャンピオンを経験しているドライバーでは、ドイツライバルや、あるいは、アンテナティガとか、世界耐久選手権ですね、このゲームカウントに入れて、チャンピオンを取っている、まあ、世界王者であるわけでして、本当に、もうこれは世界の耐久選手権なんです。